し、俺の出番だな。俺のやり方見せてやろう。この乱世、私に何ができるのか。俺のやり方見せてやろう。今川の人質をぶん取るぞ。かかれ。あれは織田信長の手勢か。なぜ今川に喧嘩を売るような真似を。巻き込まれては面倒しごく。この場は逃げますぞ、バカ。なんだ、戦わねえのかよ。返り討ちにしてやりゃいいじゃねえか。敵が体勢を整える前に蹴散らしてやる。開門。受けてみよう。よっしゃ、俺がこの門を守っといてやる。高千代とおっさんは先に逃げたろ。閉門。生きた。よし、この勢いで人質を追いかけようぜ。開門。これでどうだ。本田平八がいる限り、こっから先には行かせねえぜ。ほう、敵ながらいい面構えだ。こちらも手を抜けんな。つけ野郎にしてやられたか。人質の退路を立てならば、ここに陣取るのが最善だろう。いいところに現れたな、信行。さすがによく心得ている。おじさまの人質を奪おうなんてバカなの。全力で潰してあげる。全軍かかれ。今川に盾ついたことたっぷりと後悔させてやるのだ。今川の本体が現れた。これで後戻りはできない。開門。竹の人質を奪おうなど不届き千万。盗っ人どもめ、ここで成敗してくれるわ。わしはここで時を稼ぎます。その間に若は逃げ延びてくだされ。半蔵、すまない。無理はするな。開門。受けてみよう。信行たちが押されているか。直ちに援護するぞ。織田の力がこれほどとは。あとは若の分を祈るほかない。無礼な連中め、覚えてなさい。開門。これで先に進めそうだ。急ぎ人質を追うぞ。信行兄様はどこかな。言いつけの通り味方を連れてきたけど。またも退路を断たれてしまった。ほう、一も来てくれたのか。俺は兄弟に恵まれたな。来た。私の負けです。潔く従いましょう。よし、目的は果たした。引き上げるぞ。